さあこんにちは。金曜日にですね、この最安値の M2 MacBook Air が届いて、今日日曜日なんですけど、まあ、2、3日使ってみたので、まあ、今日簡単な感想をお伝えしたいと思います。あとは後半に、まあ、前回お伝えしたように、写真と動画の編集書き出しの時間差をこの最安版M1 MacBook Air と比較をしてみたいと思います。まあ、巷では M2 MacBook Air SSD が遅いからダメだとかいろんな話出てますけど、実際のところどうなんでしょうか。今日はいろいろテストしてみたいと思います。でまずはまあ数日使ってみての感想なんですけど、もうね、このディスプレイを開く時からして違いますね。あの以前の M1 MacBook Air は、まあ、M1 に限らずこの MacBook Air って結構こう角が立っていてね、シャープな感じがしました。結構緻密なマシンっていう感じがしたんですけど、今度のはですね、もう角という角が全て R が取られています。だから手に持った瞬間も非常にこう丸みを感じるんですね。優しい感じが伝わってきます。さらにですね、この画面のこの角のところも丸くなってたりとかして、もう目にもなんか丸くなっちゃって優しくなってる感じがします。まあ、どっちがいいってかってことはないんですけど、14年ぶりぐらいにねデザインが変わったので、まあ以前のこのエアーに慣れ親しんでる方からするとね、なんかかなり変わったっていう風に感じるんじゃないかなと思います。でキーボードもここ見ていただいたらわかるんですけど、このファンクションキーとかこのメインスイッチとか指紋のところとか全部ね大きくなってます。以前のものはこう半分のサイズだったんですけど、これがね大きくなってるんで若干押しやすくなっています。で画面は今一番明るいんですけど、まあ、そんなにちょっとねこの白いところが明るさが増してるような気はしますけど、目に見えて違うような違いはないですね。 M1 MacBook Air のディスプレイも十分綺麗だと思います。であとはですね、スピーカーが、まあ、ここにあったのがこのなんかこの中に入って画面に照射してこう帰ってくるってなって、ちょっと音も良くなっているという話なんですけど、ちょっと聞いてみましょうか。皆さんにもお聞かせしたいと思います。まあ、いつも動画に使ってる曲なんですけど、ちょっとじゃあまず M1 の方で最大音量で、じゃあ M2 の方行ってみます。違いがあるでしょうか。 M1 若干最大音量の時の音量がちょっと大きくなってるような気がするのと、ちょっと音に厚みが増してるような気がするんですけど、いかがでしょうか。まあ、マイクを通してしまってるのでそこまでね違いがないかもしれないんですけど、まあ、若干良くなっているような気がします。まあ、その程度の違いです。あとですね、一つ驚いたのがフルフェイスタイム HD カメラが 720p から 1080p に向上、画素がね増えてるんですけど、これがですね本当ちょっとしたデジカメぐらいの映像になってます。かなりシャープになりました。あのビデオ会議なんかたくさんされる方には、ね、非常にいいんじゃないかと思います。画角とかは多分変わってないと思います。映る顔の大きさも同じ距離であれば同じ大きさでした。次にですね、お待ちかねの、まあ、前回もお伝えしたように写真と動画の編集書き出しをしてみたいと思います。まあ、前回も簡単な比較しているので、前回の動画もし見ておられない方はよかったらそちらの方も下にリンクを貼っておきますので見てみてください。じゃあまず素材になるファイルを SSD からそれぞれの Mac に移動してみたいと思います。で、まあ、その転送速度もテストしてほしいっていうのを英語でちょっとコメントいただいてましたので、それもテストしつつ、じゃあテストを始めたいと思います。35.9GB あるんですけど、これを先日紹介したこの SSD に入っているんですが、これをこのスピードですね、書き込み、それから読み取りともに M1 は650とかそのぐらいなんですけど、その SSD から Mac にコピーしたいと思います。転送速度の比較です。行きますよーい、ドン。まあ、1分10秒弱ぐらい。じゃあ全く同じことは M2 にもやってみたいと思います。 M2 は全く同じ SSD で910と、書き込みが843とか、まあ、全く同じ SSD で接続方式も一緒なんですけど、かなり違います。じゃあこれでやってみたいと思います。
来ました。3分ぐらいですね。結構遅いですね。じゃあ次に写真の編集書き出しをしてみたいと思います。でまずローファイルのクイックルックなんですけど、 M1 だとこれ EOS 5D のローファイルなんですけど、まあこんな感じで結構早いです。11ギガとかのローファイルなんですけど、まあ、画素が小さいんでね、このぐらい。まあまあ、こんな感じで開けます。でこっちが M2 です。M2 のクイックルック。若干早いような気がしますね。これがソニーの α7S3 のローファイルです。15メガぐらい。こんな感じで開けます。M2 だと、早い。早い。確実に早いですね。M2 めっちゃ早いですね。で次にソニーの ZV-E10 で撮ったローファイルをソニーのイメージングエッジという、まあ、編集ソフトで開いてみたいと思います。開きました。こんな感じです。でこれをちょっと編集、ここに青いバーが出るんですけど、まあ、処理の速度がこんな感じです。伸びていってます。まあこんな感じです。結構時間かかりますね。でこのファイルをピクチャーフォルダーに書き出すスピードを測ってみたいと思います。よーいと。8秒ぐらいでしょうかね。じゃあ全く同じことをこっちの M2 の方でもやってみたいと思います。まず開きます。お、早いですね、開くのもね。で、じゃあ編集、まあ、若干早いでしょうかね。ちょっと早いかな。書き出してみたいと思います。うん。もう7秒ぐらいでしょうかね。ちょっと早いかなって感じでしょうかね。まあ、10% ぐらい早かったような気がします。で次に動画の編集書き出しの比較をしてみたいと思います。こっちが M1、こっちが M2 で、M1 の方は SSD が残り90ギガぐらいあります。そして M2 の方は83ギガ、若干7ギガぐらい少ないんですけど、この状態でテストします。今のところどちらもスワップはゼロです。ファイナルカットで全く同じ素材を読み込んで同じことをやりたいと思います。まあ、極力同じように頑張りますけど、全く同じとは言えないと思うんですけど、で3つ動画を書き出してみたいと思います。今、27.8 度です。朝早いです。じゃあですね、まず 1080p の動画を作りたいと思います。よし、こんな感じで全く同じものができましたので、これで書き出しのテストをしてみたいと思います。スワップ使用領域ゼロですね。 M1 も M2 もこの程度だとスワップ使用領域はゼロになっております。じゃあ今から M1、M2 で全く同じこの 1080p の10分の動画を書き出ししてみたいと思います。どちらも 1.45GB でしたね。ちょっと同時スタートが難しいんですが、いきます。よーい、ドン。スワップゼロですね。こっちもゼロですね。お、できました。まだやってます。若干 M2 の方が早いですね。できました。はい。まあ、ほとんど差がないというか、あれですね。
あ、ちょっとタイトルの大きさが違いましたけど、まあそんなに書き出しの差は出ないと思います。かなりセミがうるさいんですけど、次にじゃあ 4K の普通の動画を書き出ししてみたいと思います。スワップが発生してますね。 4K の編集は、ただしまあ非常にスムーズです。じゃあこれで同じように書き出しをしてみたいと思います。 6.38GB のファイルになります。よーいどん。若干こっちがリードでしょうかね。 1%、そろそろ行きそうです。8分、お、来ました。はい。ああ、まあほぼほぼ一緒ですね。ほとんど差はないですね。で今からもうちょっと重たいファイルを、動画を作ろうと思います。ドローンの 4K60 の映像です。これが GoPro の 5.3K の60の映像です。これが 4K60 になってるんです。実際は 120fps の GoPro の映像です。これをまあ10分ぐらいに、よーいと、若干差が出てますね。 92% と 83% です。 10% 弱差が出てます。もうこっち終わりそうですね。あ、行きましたね。5分10秒台でしたね。あ、行きました。5分50秒ぐらいだったでしょうかね。まあ、若干このテストだと40秒ぐらいの差が出ました。M1 の方が先に編集してたのでレンダリングとかは進んでたかと思うんですけど、 M2 の方が早かったですね。若干 M2 の方が不利かなと思いましたが、全く問題なく M2 の方が早かったですね。でレンダリングが今80なのでこっち68ですね。でスワップファイルは、まあ、1.4 とかですかね。こっちは1ギガぐらい使ってますかね。もっとヘビーな動画をちょっと作ってみようと思います。では今からですね、この4つにレイヤーを作った10分のむちゃくちゃ重そうな動画を書き出してみたいと思います。室温はちょうど30度になりました。ファイル出来上がりサイズは 4.25 ですね。お、 M2 がもうそろそろ終わりそうになってきました。18分ですね。さすがに時間かかりますね。 5.3K、4K4レイヤーにしてますか。あ、できました。18分ぐらいでできましたね。 M1 はあと今 89% です。途中見てたら結構追いついてきたり、また 3%、4% 差がついたりみたいな感じでしたけど、まあ、最終的には M2 の方が早く終わりましたね。1分、終わりました。19分40秒ぐらい、1分40秒ぐらい M2 の方が早かったですね。いやー、室温 30.5 度です。暑いです。さあいかがだったでしょうか。まあ今日いろいろちょっと意地悪なテストもしてみたんですけど、まあ、やっぱり新型の方がちょっと早いですね。SSD が遅いんでどうなのかなと思ったんですけど、まあ、中身も完全に一緒ではないんで、まあ、そこまで正確な比較ではないかとは思うんですけど、まあ、どのテストをしてもやっぱり若干 M2 の方がね早かったので、まあ、やっぱり新型の方が早いのかなと思います。あとまあスイッチを入れた時とかスリープからの復帰であるとか、まあ、フォルダを開くとか一つ一つの動作自体もまあ数パーセントとか、まあ10%、20% 早くなってると思うんですよね。なのでまあ全体的なキビキビ感がかなり増している感じがします。別に M1 の MacBook Air も決して遅くはないんです。そんなもっさりしてはないんですけど、 M2 を使った後に使うと若干ねもっさりしてるなって感じるんで、やっぱり M2 の方がちょっと早くなってるんだなと思います。あとは値段差ですよね。13万円台と16万円台で、まあ、3万ぐらいの値段差なんですけど、まあ、そこがどうかっていうところなんですけど、まあ、M1 より前の Mac
MacBook Air とかを使っている方であればもう確実にこの、まあ、M1 にしても M2 にしてもむちゃくちゃスピードアップを感じるんじゃないかなと思うんですけど、 M1 から M2 に変える必要があるかどうかっていうのはなかなか難しいところかなと思います。まあ感じ方皆さんそれぞれだと思いますので、私の動画を見てね少しでも参考にしていただければ幸いです。ということで今日のテストをこれで終わりたいと思いますが、引き続きこの M1、M2、MacBook Air 関連の動画もいろいろ出していこうと思ってますので、チャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。